桃黒春の一大事2017イン、富士見市笑顔の力つなげる思いは、2017年4月8日と9日に、埼玉県富士見市で開催されたライブ。ブルーレイ &DVD として2日分をすべて収録したものが発売されている。埼玉県富士見市にとって、市政志向45周年の節目の年であり、 メンバーの有安強化が同志出身で PR 大使を務めていることから実現したライブ。桃色クローバー Z にとって単独の自治体とは初のコラボとなった。田畑の真ん中にある同志の第二運動公園で開催したにもかかわらず、両日で延べ45,178人が来場。市にとっての一大事となった。また、全国57カ所で模された ライブビューイングには1万1500人が来場した。東日本大震災復興の思いも込めて、富士見市と災害時相互支援協定を結んでおいる、宮城県東松島市から大曲浜自死枚保存会が参加。幕合で死枚パフォーマンスを披露した。2日間で275名の地元小学生たちが、ステージで合唱を披露。桃色クローバー Z のメンバーとも、 青春風が主張した。元ジュニーマリーの拓也がバックバンドの一人としてサプライズ参加しギター演奏を担当したことでも話題となった。富士見市長の星野光弘、前道市長の星野慎吾、及び宮城県東松島市長の安倍秀康が開会宣言を行った。終演後、埼玉新聞が会場や最寄り駅で記念号外を配布した。 ワーズオブザマインドブランニュージャーニーゴリラパンチ行くぜ怪盗少女デコレーションザ・ゴールデン・ヒストリーマホロバーケーション D の順調サボテンとリボン全力少女ウィーアーボーン青春不さらば、愛しき悲しみたちヨゴーザパワー Z の誓いデモンストレーションチャイマックス走れこの歌いくはるくるはるリンクリンク仮想ディストピア強く強く希望の向こうへ あの空へ向かってこの日は全国の映画館でライブビューイングが行われた。終盤には松崎しげるがサプライズ登場し愛のメモリーに乗せて夏のライブ開催を発表した。カントリーローズ時の旅ビット強く強くゴリラパンチ猛烈宇宙公共曲、第7楽章無限の IDNA 教師局行く春来る春マホロバケーション桃色空いつか君が黒い 週末青春フウィーアーボーン堂々平和、宣言プッシュ希望の向こうへ、チャイマックスアイを継ぐ者走れ、リンクリンクガンズ N、ダイヤモンドデコレーション行くぜ。回答少女杯と、ダイヤモンドアの空へ向かって、当ライブを記念式館限定で変更中の、富士見野駅東口の駅名看板9日の公演の、ライブビューイングが、全国の映画館で行われた。ありがとうございます。